はい、どうもこんにちは。今回はサヨドラのタレントの女を妊娠させた方と一緒にコラボ動画撮っていきます。お願いします。妊娠させたんじゃないです。妊娠を望まれたのです。エータです。望まれた妊娠です。望まれた妊娠かっこいいな。わかりますか、この違い。いいね、間違ってじゃないよと。そう。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。まさかのね、お茶さんがいないっていう。3年ぶりぐらいで、かつ2人っきりコラボ初っすね。そう、あのね、最初はね、2人じゃなくてなんかお茶さんとおばあさん3人で撮りたいと言ったんだけど、気づいたら2人だった。ちょっと気まずい。いや、大丈夫です。やっていきましょう。なんだかんだエータさんと一緒に動画撮るの3年ぶりぐらいですよね、多分。3年ぶりかつ2人で撮るのは多分史上初っすよ。あれはなんかエータは1人だと問題発言するから、おぱしさんと2人きりにさせるのは無理って、お茶コンプラチェックが入ってたからっすよ。いや、俺問題発言をしてるわけじゃないんすよ。多分結構前っすよね。前っすね。結構あったかもしれない。配信中とか俺結構言ってた気がするな。まあ、嫌いな YouTuber 誰とか言うと結構熱くなって平気で、まあ言っていいか今回ぐらいとか言って絶対言っちゃうように平気で言ってたから。サービス精神なんですよ。わかりますか？まあわかります。まあでも今だから言えると思うんですけど、荒野行動で一番嫌いな実況者誰だったんですか？マジですると嫌いっていうか知らないんですよ、はい、クソつまんねえ答え出すと。クソつまんねえやつらの名前すらわかんねえよと。あの、うそむぞ。うそ。あ、危ない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 。ちゃんと危ないよ。うそ。ちゃんと危ないの来てたね。いやー、ね、いやいいよ。やっぱね、プロゲーマーとしてやっぱストリートファイターでアジアで優勝してるようなね、プロゲーマーの神様ですから。お茶さん止めて正解だったわ。これどうすか、ストリートファイターの新作出ましたけど儲かってまっか。儲かるかどうかは今後次第でございます。あー、アジアとか世界で取れるかどうか。一番でかいタイが優勝したら1億なんで。1億？1億出ます。え、それはエータさん的な肌感だとどれぐらいは確率ありそうなんですか？そのプロゲーマーと言ったら、はい、時と梅原とかいろんな人いるわけじゃないですか、はいはいはい、いわゆるみんなが知ってるような、はい、勝ったり負けたりなんで運絡んだら全然あります。私、あー、いや、だってそれあるっすよね。だってアジアで優勝してなんかラスベガスで去年の世界チャンプ倒すとかそういうのやってましたもんね。あー、やってましたやってました。だからあるんすよ、1億円チャンス。なんか最近なんかエイダさんなんか一時期なんかミルダムで公認配信してたじゃないですか。いや、やってましたね。でプロチームも辞めたじゃないですか一時期。はい。でほぼ無職状態になってお茶さんと一緒にパチンコチャンネル始めたじゃないですか。やってました。あれ、こいつマジでやべえ方向行くんじゃねえかってざわついてましたよ配信界隈。いやいや、でもね、あれは本当に楽しかった。まあ楽しかったならあり。俺ずっとやりたいやりたいって言ったんですよ実は。あ、そういうチャンネルをね。あの、結局この世で一番面白いのはパチンコスロットなんで。はいはいはい。だからね、やっぱプロゲーマー改めになるときにね、さすがにちょっと節度を持ちましょうかってなって。あれ、今ギャンブル全然やってないんですか？ギャンブルは死ぬほどやってます。え、それに対して奥さんは理解あるんですか？まあ奥さんはあの、儲けてくるならいいよぐらいの。ああ、まあそりゃね。そう、俺ずっといじりたかったんだよ。ないない。だからさ、エータさんってさ、奥さんいるときも、まあ、奥さんがタレントさんだからさ、なんかさ、なんか猫飼ってるの隠したりとかさ、ああ彼女いるのとか言って聞かれてもさ、サヨドラの2人はさ、なんか適当にごまかしたりとかさしてたじゃん。なわりには急にさ、結婚しましたとか言って発表したじゃないですか。いや、そう、怖かったよ。そうで、俺その時面白がって、エイタさん結婚した時にエイタとかでめっちゃ俺あのエゴさしまくったんですよ。はい、あー、なるほど。そしたらガチ恋勢のファンの女の子が過呼吸起きて止まらないとか、涙が止まらんとかツイートしてて。いや、でもさ、これに関してはね、めちゃくちゃ難しい。だっておばしさんもあるわけじゃないですか。いや、俺はファンのこと大事なんで絶対裏切らないですよ、エイタと違って。いや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 、俺は裏切らないよ、君と違って。いるかどうかとかマジで知らないけど、男っすよ、このいい年した。いい年した男なんだから、ちょっとぐらい嘘ついて裏で女抱いててもいいじゃねえかと。あのね、みんなあのおぱしさんに期待してるだろうけど、抱きまくりよ、この人。いやいやいや、俺はみんなの期待を裏切らないんで、期待以上に抱くようにしてるよ。ちゃんとね。それは偉い。裏話じゃないですけど、はい、一応配信で彼女うんぬんの質問されてもいるいないを答えないようにしたんですよ。いや、そうそうそう、なんか濁してたっすよね、二人で。なんかエータさんをかくまってた。ただずる、あの、一回だけどうやら俺いないって言った瞬間があったらしくて。おー、嘘ついたんだリスナーに。そう、はい、嘘ついたらしい、噂によると。はい。いや、でもだってさ、あのね、言わしてもらったらアイドルじゃねえからいいだろっていう気持ちはありましたよ。まあね、プロゲーマーだしね。そう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 。てか、あの、そう、俺もなんかしょうもない話を聞きたかったんだ。はい、しょうもない話。女の子とコラボするわけじゃないですか。はい。何もないんですかね。いや、何もないです。マジで何もないです。何もないんだ。いや、なんかあったらこんな5年間とか続いてコラボしないっすよ絶対。だって関係切れた後に気まずくなってコラボしなくなるじゃないですか、そういうやつだって。いや、
まあそりゃそうだ。何年も前からコラボしてるやつだっていまだにコラボしてるのがもう身の潔白の塊っすよ。でもしコラボしなくなったらそういうこと、はい、いやまあ業界的に言えばでもそういう確率だった。あのでも女の子の場合は実は裏で彼氏がいて彼氏がオパシと関わんなって言って俺を弾くパターンもあるんですよ名前は出せんすけどそういう事例も起きちゃうんで中には名前出せないってことあったんだ事例が。あ事例ありましたね。だから そういう可能性もあるから一概にオパシとあいつなんかそういう関係で多分今気まじいんだろうなみたいな予測は実はできない。てか、ま、ってそもそも起きてないそれが。ああなるほどね。いやなんか俺マジで結構言うっすよ。だからその俺の周りに同じメンツの女の子が常にいてどんどん女の子が増えてくっていうのはそういうことでしょうっていう。ああはいはい、なるほどね。ちゃんと何もないんだ。そう業界的にだって俺が特会引っかいしてたらその噂って回るから周りから女の子減ってくじゃないですか絶対。聞かねえわ確かに。オパシさんの話そういうの。そうそれが全く起きないっていうのはマジでちゃんと俺そこ住み分けしてるんで。ああなるほどね入れていい女入れちゃいけない女ってちゃんと。どっちの意味で。チンチンの意味で30代のする話じゃねえだろいややっぱ YouTube はねリスナーに向けてやっぱ IQ 下げとかないといけない投資の話とか。あ、35？ もう俺あと2ヶ月35っすよ。おいい感じの年齢じゃないですかもう。だいぶジジイっすねいやまあでもいいんじゃないですか。だってでもちゃんとこの業界にいて結婚して子供まで生まれますって言ってまともに家族を作った人ってほぼいないじゃないですか。まあ確かに。いや既婚者って少ないっすね。いや超少ないっすよやっぱ。だってみんなねブイブイ言わしたいじゃん。ブイブイね。そうブイブイ言わしてるうちに今期逃すのがこの職業じゃないですか絶対。まあおそらくは。だってまあでも俺の場合そのゲーム業界なんで言ったらその根底が、はい、ゲーム業界みんな結婚しますもん。ああプロ勢か。そう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 。みんな子供いるし。格ゲーのプロの人たちってオフパコがまだ罪に問われる時代のプロの人たちじゃないですか言うたら。オフパコ罪に問われる時代。そう感覚が違うと思うんですよ。プロゲーマーの子たちっていうか今のインフルエンサーの子たちって結構なんかビュッフェみたいな勢いで勘違いしてる子多いから。ビュッフェね、分かりやすい言い方だ。そう、ああこれ好きなの食べていいのみたいな。あ無料で取っても、ね、食べていいのみたいな感じだろうから。コンプラゼロだからね。でも今そのエイタさんの周りのプロの人たちってもう古の10年以上前から格ゲーの世界のトップのやつらにいた人たちだから感覚が違うじゃないですか。てかプロゲーマーだったからみんな変わりましたね。昔は言ったらなんだろう、ひどかったひどかったですよ業界は。何もなかったんでその止めるものが。あーまあ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 その辺ちょっと怖くて触れたくないんでなかったことにしましょうか有名な話は聞きますけど怖くて名前出せないんでやめときましょうか。えっ結婚したの何年前ですか。 2、3年前。結婚は3年前ですね。4年前とかその席入れる前に可愛いファンの女の子から連絡来た時ってもどかしいんですかやっぱ。あのね来たことあるんすよ。おそれあるでしょうよ。どうでした。言えない言えない。いや全然言えます。めっちゃキモい発言だけどちゃんとその DM でそれは一時のまやかしみたいなものだからみたいないや、はい、めちゃくちゃ真剣だったんですよ相手の DM の書き方が、はい、もう本気でガチ恋勢だったんだ。そう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 。その子の思いを踏みねじって、はい、君の恋は一時の勘違いだよって言って自分が彼女いるのを隠したまま振ったってこと。いやまあねえ怖いなっていう、まあ怖いって言ったらすげえ失礼だけどでも怖いなっすね。怖いなと思っちゃいました。嬉しい反面あ会ったことないんすよ、はいはいはい、会ったことないのに好きになるわけないじゃんって思って。いやそんな何おっしゃいますやら。こんだけネットにズブズブな人生の人がネット恋愛なんてもうみんなしてるじゃないですか。まあしてるんだけどさ俺僕自身はだってあれじゃないですか、ね、ネットにズブズブじゃないから。はいはいはい。格ゲーっつったら要は面と向かって人と会うような。まあ確かに。YouTuber 歴浅いと体制できてねえなと思いましたね。えでその女の子のオフ箱依頼を断ってご理解は得られたんですか。 DM 返ってこなくなりました。ああまあまあまあ、まあ、ある意味ご理解得られたってことですね。まあ、ご理解ですねあれは。オパシさん近い気がするぞ。えあれだってもうあと5人だもんな。このゲーム下手なのバレる。これ勝って気持ちよく終わりたいな。なんかあれだろいつもお茶さんに負けてるもんね動画で最後。そうなんすよやつ上手いんですよゲーム無駄に。誰だ撃たれた。違うなこれ違うわ。しゃ あ絶対やだ。いた絶対いた。あれか。これ絶対これ絶対これ当たらないよ。かなり負けたくないな。ワンブイワン。あ本当だ。やめろって。ええー。だって好きだもん車が。高級車持ってないの？おっぱい。ストッチだろ。失礼します。ゲームが下手だなおぱちゃんは。さよならゲームうめえな。リボンちゃん強すぎやろ。リボンちゃん強すぎやろ。